スタートして始めちゃって OK です。さあ、先ほどゼロ回戦を勝ち抜いたフロさん VS、D さんのいぶきですね。 D いぶき対フロ流ですね。はい、さあこれはどんな戦いになるのか。 D いぶきとか見たことないんですけど。全くないんですけど。昔やってたらしいですね。昔やってたんだ。 YSB 情報によると、 YSB さんの昔話によると、D さんは昔いぶきをやってた。知らなかった。さあ灼熱を食らって波動拳。さあこれはうん、いやさすがにそれ違うかもしれないって人差しがいらっしゃいましたね。あ、そうなんだ。さあ YSB 情報どこまで合ってんのか。龍太いぶきつまんないんですよね。どうしよう。すげえ地味なんで、なんかあれだね、お互いどうしていいのか分かんないけど、とりあえずなんかあんまり無茶なことはしないみたいな。うん、でブロラレーでちゃんと受ければ、うん、速投絶対食らわないんで。そっかそっか。エンコパンブロった時ぐらいかな。しゃがない速投受けるの。エンコパンってあれブロっても結構キャンセルできないから。そうだよね、6まで上がって。あそうそう。あーこれはちょっと失敗した。うわーこれですよ。ダイヤシを。これ、ね、キャラ差です。これキャラ差。キャラ差。今のはキャラ差です。今のキャラ差出ました。はい、これいぶきゆりですかね。いぶきどうなんだろうね。難しい、わかんねえ。今のところはキャラ差ですね。今のところはキャラ差。今のところはキャラ差。場面による。場面による。今のところはキャラ差ですね。誠のしゃがみだけは勝てますよ。そっかそっかそっか。最強キャラ。最強だ。さすがに竜ゆりだなこれ出したら。そう、なんだろう。竜の足払いを振ると盆栓を食らっちゃうんだけど、盆栓を振っちゃうと空振る距離みたいなのが、そこは一応読み合いにはなる。お互いじりじりみたいな。なんかすごい中途半端なカスペスザクが中段からの波動拳。波動拳やっぱり波動拳埋まってましたね。今のは波動拳なんだよな。リバーサル出ないですよ。そっか、あのなんだっけ、出す意味ないけど。あれなんていうやつなんだっけ。なんだっけ。いや別にその名前とかはそいつがつけたので気持ちよくなるから俺は言わない。そういうこと。リバサ不能現象ですわ。あ、そういうこと、うん、リバサ不能現象。リバサ不能現象。削減残しによるリバサ不能現象。なるほど。あ、かっこいいねそっちの方がね。なんかカッコ仮みたいなね。その方が分かりやすいからね。さあこのファイナルラウンドどうなる。結構殴り合いですね。一応、はい、その投げが強いんですよ竜の。竜の投げ、はい、初攻めで EX 昇竜でしか返せないんだけど、はい、カスミスタクを入れないと当てて昇竜確定なんで、はい、竜の、うん、だから あこれは危なかった。おお昇竜対空昇竜がしっかりこのタイミングでやると区内を潰せて落ちてきたら昇竜真空っていうのは強いですね。そっか完全対空っす。そっか完全対空だね。あれ区内貫通するからね、ドゴーンっつってと思いきや、はい、真空の弾速と息吹の暗い判定の関係で、はい、息吹2ブロで真空抜けるんですわ。マジで最強キャラ昇竜真空抜けてくんだよ。やばいね。やばいっしょ。キャラ差。キャラ差出ましたね。キャラ差です。さあ12出てきましたけど。さあここで、ま、前も見ましたね D12。 なんかでも D さん前使ったよね。何も起きなかった記憶があるんですけど。やめてあげてください。さあどうか仕上げてきたのか。何か起こしてくれるかもしれないじゃん D さん。頑張ってくる。今のとこすげえガードしてますよ。さあどうなんだろうこれ。フロさんも12なんてこれあんまやったことねえんじゃない。竜でこれ、まあ、竜で12なんか、うん、どんな感じなんですかこれは。あの昔を話おじさんが喋ってきたんだけど、はい、話聞いた方がいいですか。やっぱ横浜にいるんだよって言ってね12が。さあフルコン入って。あ今の話。今も12プレイヤーがいると、なんてやつ、なんて人、名前わかんない。名前はわからない。名前あの掘り下げられない。横浜から出ない。なるほど。マジか。森川翔みたいなもんですかね。森川翔の話ですか。まあこの組み合わせはキャラさんありますよ。これはもう真空で OK。 絶対真空。あそうなんだ。電信がマジ機能しないんで。あ今のね EX ソウル読み合いになってて、うん、背負い投げ12クイックで1フレだか2フレ有利なんだ12が。
そうなんだ。そうだからリバサ投げを、うん、もう飛ぶか昇竜しか避けられないから。へえ。違う違う違う、奥攻め優勝強いんだ。で反撃やすいじゃん。うんうんうん、それしかないっす。バックダッシュはワンボロ投げしない限りは絶対受けれるんで、うん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 、いやーでもまあちょっとさす本当に何も起こさなかった、さすがに。さあこれフロさん勢いに乗ったまま D ダットリ、こっからが本番か。 D さんのダットリ、真空台ダットリはダットリ有利ですわ。うん、これはダットリ有利、 SA で全然ダイヤが変わる。真空ダットリはダットリ有利でしょう。なるほど、期待値がちょっと合わなすぎるんで。ダットリ側の SA は結構ロケッパとコークでいいんじゃん。全部コークでいいですかね。迷ったらコークで。あロケッパじゃなきゃいけない理由がない限りはコークです。ああなるほど、まあワンチャンね、そのまあ相手が特に電磁じゃないからね。あ今飛んだってよかったな、しゃがみ中パンもしくはしゃがみ台パンいけたぐらいめり込んでたんで。うん、そうこれは確定。あいや今削りじゃない、削り確定だ。あ台形のスカリってことだよね。そうだよね。あいやガードなんだけどリバサじゃなくて、リバサじゃないのが1フレ遅れまでなら確定なんだ確か。そうだ今のガードできた気がするけど、2打目取りって食らった感じだったけどね。いやでも今のはあの4ヒットだったから削りだね、うん、やっぱり。なるほど、じゃあブランガードで2打目ブロミス、うん、あの距離だったら絶対5ヒットするんで。そことか、まあじゃあブロ狙ってミスったから当たったように見えたのが、うん、なるほど、さすが知識のバラを。いや画面ですよ、画面画面を画面見てればこれ強いよね、対空打金航空はやっぱり。おー大剣埋めた最強。さあメインのプライドを持って、多分もうフロさんは次あれですよね、あとユンとヤンが残ってますね。ユンとヤンなんでね、ちょっと両方ともやら柔らかいんでね、間違えるとこれ結構キャラ相性そんな良くないんでしたっけ、このえユンだったりですか。はいユンだったりは五分ぐらいじゃないですか、はい5分。メスターさんは、はい、ユン有利は間違いないけど、はい、きついのはユンって言ってた。あそういうこと、なんかきついんだったら結構分が悪いんだね。黒はダトリ有利って言ってたよ。あ、ほんと、うん、さあここであ元気マツケンは元気が勝ちましたね。あ元気マツケンは元気が勝ちましたか。次あ2大進行のまんまでいいの。2大進行のまんまでいきましょうか。じゃあ2大ヤマトミナガ、はい、試合です。いや違う違う、富永厚刈り、富永厚刈り、わかりました。じゃあちょっとバナオさんお願いします。はい、じゃあ YSB えどうなんですかこの組み合わせは。だあこれユンユリでしょ、古いな。でも本当ビビってたと思うよ、 5.5 ぐらい。まあよくわかんないよね、中足ブロッター時点で2択で半分減るじゃん。まあ促進に近い連携もあるからね、ダンダ連携っつって。結局台形 EX マシンガンアッパーコークで半分減って、カニバンダッキングアッパーコークで半分減るから、うん、なんとも言えない感じするけど、あと寝た後がマジできついんでユンヤンは。 D ちゃんが、D、ねダットリーメインでフロがサブキャだからやっぱきついっていうのはあるかもよ、うん、ここは確定確定、ああ確定ないね、遅いのかな。でもリバーサー出たな、あしゃがみくらいで距離とかあるから、距離かよく出せるなあれね、難しいと思う。投げて発動しない、する。さあここをどうしようか。兄ちゃん頑張って、俺フロートやりたくねえんだよ。よしいいね。さあ中盤ここからどっち壊したげと打ち切ってしまう。あれ確認すると強いですよね。うわ打ち切り、あーポンポン、おいよあるよ、おわおわおわ、どうなる。兄ちゃんあるよ、あ刺さる。兄ちゃん頑張って頼む、フロは無理。あれボタン離しで鉄山出たっぽいっすね、さっきのは。ここは我慢ガードリダメだ、安い確定。さすが、あれを2回ブロー、しっかり絶勝から中盤第2章、今度は見せらない。これ難しいらしいけど、うわ確定、これはきつい。ならない、でもこれワンブロ中盤でゲージ溜まるんですよね。ここはもう我慢しかないな。2章鉄山絶勝、しょうがないね、弱鉄山うまい、ここは絶勝、あーいけー、いやワンチャンとか、まだでもあれこっからの当たっておりだからね、殺せるからね、ここから投げて
あとコウ君どうなる。ターゲット最強キャラダトリユーリだね。ダトリユーリでしょこれは。今 EX 出してればユンガまあまあ出なかったかな。で、まあ、出さなかったっぽいよね。いや出なくてしゃがみくらいになるじゃん勝利はさ。いや今マグロでしょかな。今のはビビリマグロですよ。で出してもなんかもうだから寝たら終わりですわユンは。ゲージあるユンに攻めづらいけどね EX があるから。でもどっちか死ぬだけだからね今の。だってあの EX 印象だってノーリスクに近いじゃん。なガードサイドもさ、え大剣エスマシンガン入るよ。ピョンって遠くに行っちゃわないの。行かない行かない行かない歩き大剣エスマシンガン入る、で黒人さんはめちゃくちゃダートに化けるだよね。難しいと思うんだよ。さあクイック取れている EX ジェッパで割って、これがねだるいんだよねマジで。これもキャラさはさすがにダットリでしょ。これダットリでしょ、うん、普通にワンチャンあるんだよな。精鋭でガーフ抜けれなくて五分ぐらいだと思うけど。はあ。これは有利だねもう。さあローローローリープ中盤。おお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 えー。これはあるぞ。あるあるよ。あるよ。今の大足は破線発定してな。さあ、あーあーあーギリギリだよね。あそこ赤狙いますよな。ちょっと赤タイミングずらしながら EX ドローで。いやいい勝負だな。元チームメイトだもんなここ二人は。確かに組んでましたね昔、うん、プロディーラキンコークフルヒットさあどこですから紙パン入ってしまう。おお EX ジェッパー使っていく。さあ投げ確定からここどうする。クイック取れない表。 あれ正面なんだよね裏。へーさあ当たんねえよこれがね。ダメなんですよね。うめえ。確定している。さすがにやっぱやってんなこの二人ね。うめえなあれできねえよ。フロさんが楽できないっていうのは。おお割れないのあれ。6だけ相打ち。ロックルは相打ちなんで、ナイスガード。うわこれはピーちゃん頑張って。効果入ってさあさあどうなる。おお投げ。何を見せシャーグラ取りに出ましたね。そこ当たるでしょ。おおおおマジか、うん、配信画面だったからよく分かんなかった。これは厳しい。うわコウ君勝ったのは D。 可能性が出てきた。あでは私試合でございます。やってるもん完全身内読みの匂いしかしなかったけど。あじゃあこっちもやっちゃいますか。しのぶさん VS 元気ですね。しのぶさん VS 元気さんですね。さあここで画面上はライアン VS バナオさん。さあ前方、まあ、バナオさんはキャラはユリアンで。さあ画面を見ていくとこれはライアン、ユリアン対ユリアン、ユリアン、あライアンがユリアン、バナオ号機。バナオ号機温まる。温まるんだよね。なるほど。ほんと温まるよ。激辛？RKF さん曰くこのカードは辛いと。これユリアンが辛いってことですか？いやまあさ昔から言うけどしかもバナオだし。あなるほど。意外とじゃあこれあれなんだね、キャラ被せになってんのか。そう5号機の竜巻が取れ赤取れないとさ、はまる はまるはまんねえけどきついと思う。まあでもなんかアシュラ旋空でガーフにならないからっていう意味では、ね、さあここでどうなる。お竜巻からの昇竜拳。そしてさすがのライアンのきついから。ライアンユリアンもともとね使ったメインでやったから、うん、おー中着地に中足波動。さあこれでバナオさんがさすがにここは誠で誠、うん、誠を投入。そうかライアンは誠とシュリーだから、うん、そっかそっかそっか。さあライアンの誠強えからな結構。
さ、バナオはバナオもオロドリュウだからね、チュンリー来そうだよな。確かにせめてここで一人でも多く削れればみたいな。そうだね、3枚でチュンリー行けば。さあダッシュ投げが通って、大き攻めはシャカミラカ、俺はライアン応援するよ。さあバックステ前出し竜巻、さあバナオがぐる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 回ってライアンを温めていくが、中盤チェストが刺さったがゲージがない。さあワンチャン持ってかれるけど、まだバナオはボタンを押しまくる。そしてここの正中線は確定した。あれ確定しねえのかよって感じで今のね、ダッシュね、どんだけ隙がないんだ。ガードできましたね。さあちょっと当たるかなと思いきやガード。さあコパンカラクサでで、そしてダブルアップいった。そしてあの弱竜巻にちゃんと反撃できないと、昇竜とかね、竜巻とかもう一回。なるほど。さあこれで一瞬で終わった。さすがにキャラ差がある。これはキャラ差、誠有利でしょ。これ誠有利じゃないよこれ、多分きつい、辛いよこれ。それこそ辛いよこれ。ちなみにダイヤを聞かせていただきたいと思ってるんですが、ダイヤだって8-2ぐらいだね。8-2で合計有利だね。合計有利だそうです。チャットの皆さん8-2で合計有利だね。ざけんなよ。そしてこれで、これはいい勝負じゃない。これはでも電人だと、はあはあ、ただバナオさん曰くこれは竜有利だと。竜有利、竜、はい、電人竜の方が強い、そうおっしゃいましたバナオさんは。確かに SA とさなめにしてきたね。お、とさなめに変わった。さあこれワンチャン返ってこないのか。ダブルを狙うし、狙えるっていうか。おう、ワンチャン、ワンチャン、ライアンもダブル吹き上げ装備してる可能性がありますね。ライアンならできる。ライアンなら、ライアンならなんとか見せてくれるか。さあ壊しテスト、バックステ前出しからの投げ、置き攻めは、お、ちょっとお見合い移動を見せたかな。ここ壊し仕切り直して、おっと下風呂が入った。さあこれは入る。でん、え、入んないの。あれこれはね、ちょっとタイミング遅かったんじゃないかな。あれいけるよね多分で。あ、キャンセルタイミング、うん、なんか引き付けカラクサやればいけたのかな。おー、あー、すげえ。さあイタチコンボしっかり、いいね。この辺が勝負前だよな、ライアンの。ワンチャンね、まくりましたね。勝負強いライアン。いや、トミニーもああいうのやってるしかないよ。確かに俺も見習わないといかんな。さあさすがにでんでんでん、苦しい。 EX 波動打って、あーあー、これはー来たー。まさか持っていました。ダブル引き上げでんでん。マジか、マジか。ライアンできる。ライアン、ライアン超ドキドキ。ライアンやるよ、下風呂から。あれしかないからね。確かにね。あれしかない。あれミスったらもう終わり。まあでも、バナオさんからしてみたら多分お前できんのかみたいな感じで打ったんでしょうね。多分。そしたら本当にできちゃったっていう。お見事っつって。見事。いや、綺麗なダブル吹き上げ入りましたね。お、チャット欄が盛り上がってきましたね。チャット欄も大盛り上がり。チャットが見えねえ。さあライアン勢い乗ってる。これオロイオロマコだ、さすがに。まあこれ正中線なんで結構いい勝負になってると思います。トサナミだと完全にオロユリっぽいですね。へー、うん。さあ、おー、これは膝悪い。お、移動チェストにしてますね。さあでもバナオさんハメがめちゃくちゃうまいんでね、怖い。なんかもう一つ中盤が入ったり投げが入ったらもうダメなんでね。あのオロの中盤ってガード後なんフリーフレームあんのかね。いや、これです。チャットの皆さん、いや、ワンチャンガード後正中とか入るのかなとか思ったの。あー、まあ、さあ、まあ、ギリギリたまった。おおー、ガードした。赤バラ座ったな。そしてこれは正中圏内か。あー、中足が置いてある。うまいですね。そうだね、そしたらギアス確定したもんな、ガード後。うん、なことねえか。さあ、手前打ちはゆっくり見てから送らせ投げ。何を見だが、EX 吹き上げにはすかさず。これははまっちゃうけど、中盤その後いけないんじゃないの。はまる、はまるかな。でん、でん、でん、たまんない、うん、ちょっとゲージが足んなかった。投げ暴れ、これは抜けるしかない。そう、うおー、そっかそっかそっか。中段で
当たるけどハメまでいかない。あーうまい。うおーやる。しっかりバナオさん。さあ対象戦までいきますね。踏み踏みがスローモーション、かっこいい。完全にあれは勝ちピエみたいなもんですね。勝ちピエみたいなもん。まあアピールタイムだからいいと思う。勝ったもんだから別にね、うん、勝ちペイでも何でもしたいけどもしてないと思うんだよね。まあ悔しか嫌だったら負けなきゃいい、まあ、知り合いだしいいんじゃないですか。知り合いだし、うん、全く知らない知り合いじゃなくて俺やるけどね。あそう、うん、まああれしたいけどはさその後のジャッジメントの評価にも関わってくるから。あコンボ扱いになればね。そこ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 。なるほどね。ジャッジメントは全部のボタンを押した方がいいとかあるから。なるほど、うん、普段当てにくい技とかを当てるっていうポイントでもあるから。じゃあまあ本当にね厳密にいけば別に死体蹴りは、うん、いいか悪いかっていうとむしろやった方がいいという、うん、そういう発想にもなってくるのか、ね、俺は肯定派。えマジで。あそうなんだ。トータルだね。多分ファイナルラウンド行った時のジャッジメントあじゃなくてその前のラウンドでじゃあの先に勝った方が下蹴りをしてコンボを稼いでおくわけよ。何ラウンド目？1ラウンド目で下蹴りしても2、3にはあの換算されないんだって。3ラウンド目ラウンド別らしいから。だから1ラウンド目取って2ラウンド目取られて3ラウンド目ジャッジメントになっても1ラウンド目で下蹴りしといてヒット数稼いでるのがいいと俺も思ってたんだけど、うん、なんか杉山氏が確かに厳密に調べたら関係ねえじゃねえかって話を聞いた、うん、じゃあ1人用は関係あんの。一人用はさ、一人用は多分あると思う。あれ一人用、じゃあ一人用だけの話なんだ、あれは。すげえな。昔からそう言われてたよ。あ、そうなんだ。十何年前からそういう話が出てた。わかんねえ。さあ、バナオさん。まあ、対戦はね、ほんと、下蹴りでも何でもいいと思う。バナオさんのハメが見えたところで。下蹴りしかできないコンボもあるからね。ああ、なるほど。下蹴りならではのね。下蹴り限定コンボ。うん。あるんだよ。そうなんだ。9号。コパンで浮かしてから頭突きとかあんだ。だからさ。なるほどね。狙うポイントなんですよ。あーこれはゲージがハマっちゃうボタン。 どうすんのか。 EXP だとかどうなる。さあやる。無理でしょ、うん、足りないが。ここはおさあワンチャンあるか。あライアン行く。さあ着地に放浴線がかくって。さあゲージもいい状況だよ。さあやばいぞ。ちょっと安くなったけど死ぬ。死なない。死なない。死なない。チュアシ置いてやって。ソバットあーなんとか抜けた。どうなる。あライアンもガード硬い。熱い。逃げて逃げて逃げて。あー、最後移動投げライアンできる。いやーうん。じゃあ続きまして。熱かったね今。慣れた。チラシなかった。D 君、D さん、俺もうやっちゃっていいのかな。うん。じゃあやろうか。やっていい。やっちゃおう。OK。じゃあバナオさんちょっとこれお願いしてもいいですか。え、一大進行でいきますか。わかりました。うん。じゃああれだね、準決勝だから一大進行でいきますか。とりあえずですね、D さんメガトン対、はい、D イブキですね。さあ D さんのイブキ、これは結構イブキだと思うんですけど、なんかあの噂に聞くと、はい、あのアツシさんが結構あのヒューゴー戦うまいらしいんですけど、アツシさんなんかこのつまんない組み合わせが、つまんない人間なんで確かにつまんない組み合わせがうまいですよね。確かにそうなんですよね。でもそうじゃないですか、はい、その爆弾処理みたいなつまんないことがずっとできる、はい、そうですね。富永さんも誠でやってて思うと思うんですけど、はい、つまんない人間だからやっぱりつまんない組み合わせが得意なんで、はい、やっぱこれ性格出ますからね。そうつまんない人間だからやめてあげてください。あれ頑張ってますから淳さん。基本的に、はい、なんか EX つむじで追っ払って、はい、加水するだけで削るだけなんで、あー今からゲージを回すだけです。そうだよね。これさ、まあ適当にゲージ貯めてカスミスダクで削るみたいな、そういう10は削るぐらいの感覚なんだけど、イブキって自分からゲージ貯める能力がかなり低いから。そうだよね。これさあんまりあのゲージ貯め性能良くないんだよね。いっぱい溜まっちゃうと、うん、すげえ溜まっちゃうんでイブキ技回転するから。だから他のキャラの中攻撃よりゲージ増加は少ないっす、イブキは。円柱盤で溜まったらやばいじゃん。円柱盤でこれたまんないんだよ ね、 これね。そう、たまったらやばいじゃん。あ、たまったらやばい。何が言いたいかっていうと、うん、ダッドリー作ったやつはそれ考えなかったのかってことです。あ、ダッドリーはたまっちゃうからってこと。ダッドリーの中盤の方が早いからね。あ、そうか
さあこれはこのラウンドはさすがに霞スザクで結構削ってって、そうですね、やっぱゲージが回り始めるとかなりきついんで、うん、で飛びジャンプショーパンとかでメガトン落ちちゃうんですよ。こういうのですか、ジャンプチューパン、あ、ジャンプチューパン、ジャンプショーパン、あ、ショーパン、イブキに対空で出しても潰されやすいから、あはははは、クナイを構えてると、うん、クナイに出る前に吸えるんで、もう関係なくもうクナイが打てないんだ、うん、あ、そこそこそこ、相手がもう、まあ、今のは霞だからさすがに、うん、あとあんまり遅いと、さあこれは拾ってって、今も吸えるんだね、やっぱり。さあどうせ距離が結構怪しいかと思いきやシュートと違ってスパキャンだから、うん、吸いやすいよね。でもあれだね、やっぱ生で行くのとちょっとウルトラスルー経由していくのじゃやっぱさすがにダメージが全然違いますね、うん、確かに、うん、でもトータルするとウルトラスルーパームの方が減るんで、うん、あとスタッチがやばいからあの技ね、あれ食らうだけで半分ぐらい、そう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 、いくよね。さあこのゲージ状況的には結構 D さんワンチャンあるか、これ別にこれも反撃ないんでね、ガードさしてもいいんだもんね、これで。ヒューゴはブロー、すげえいい距離でブローらない限り必ず反撃受けないんで、あ、打ち切り OK です。さあだけど追い込まれた、昇竜拳打つか、さあこれは削れない、さあブローってったが削れないが、今のは取ってメガトンとか打たないとリターンが取れないので、うん、取りに行きましたね、バイスあれはもうやるしかないっていうことですね。さあ削り殺して、さあイブキに出てくるのは何ですかね、でもイブキにメガトンはなくはないので、噂的には、まあ、結構上から来たり飛んで逃げたりするのを捕まえに行くっていうイメージですよね。ギアスですね、あこれやっぱり浮きがあるのと小技ブロって確定取れるから、ギガスの方がイブキ的には気分が悪いですね。なるほど、デカキャラに炎症パンってやっぱり強いんだけど、うん、プラス6取れるんで3フレの、はは3の6だから炎症パン炎症パンが 赤なんですよ、うん、イブキ、うん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 、だからしゃがめに当たるキャラにはかなり強いんだけど、ヒューゴはそもそもムーンが3フレなんで、うん、それ取られると結構寒いっていうのが、あでそこでギガスだと同じような状況だったり、あと浮き仕込んでもイブキの浮き技って全部最速投げ武器につかないんで、じゃああれなんだ、出てもギガスでスカベル、あーそこそこそこ、なギガスキスです。じゃあ結構ギガスこれいい SA なんですね、イブキに対して本当にこれは爆発処理になりますよ、あつまんないんで、つまんない、つまんない人間にしか炎できない、あそういうこと、うん、名前は出さないですけど、うん、やめてあげてください。さあこのギガスがどこで見えるのか、ワンチャンブロッキングからのっていうところでしょうか。おー、歩いて歩いてムーン、まあ、今のインレクショルカスに使っちゃうとこのラウンドもうどうせ取れないし、うん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 、次のラウンドに響くんで、まあね、ちょっとあんまりいい状態じゃなかったね今ね、読み切りムーンでしたね、歩いてムーン強えな。あとは YSB さんのギガスが出なかったムーンっていうのを数えるっていう、あでも 今は多分ギガス打ってないですよね、多分今のは打ってない、今のは多分ね打ってないね。ちなみにコウシュンさんは回しすぎたとか言って、うん、あそこでギガスが出てきたりするんで回した回数ぐらい覚えておいてほしいですね、ま、回しすぎる場合もあるんですね。これは確定、これ確定しない、リバーサじゃなかったな、しないんだ、リバーサに出せればかなりかくるんですけど、一応隙はあるんですよね、あれあります、ね、着地になんだけど隙は短いのとちゃんとやんないと空ぐらいを使われるんで、うん、打撃のキャラはきついっす。おーこれは昇竜拳潰した、肘で今の EX 勝利出なかったですね多分、いや運が悪い、ノーマル勝利に化けてたんで運が悪いな。これで中堅戦、中堅中堅ですね、まあ、ハンマーよりはギガスの方がいいから12来るかもね。ハンマーとギガスだったらこれあれハンマーのあれなんだ、まあ、12の長い噂がどうしようもないんで、ギガスだとそこそこそこ、おでも YSB が今ドヤ顔してたから長い噂をブロってなんかやってくれると思いますよ。さあ YSB さん完全に意識してるんでこれは熱いですね。 YSB さんのこのギガスがどこで見えるのか、この組み合わせは、はい、12側に結構やばい技があるんで、え、どの技がやばいんですか。ね、それを D さんが分かってれば結構めんどくさい。なるほど、じゃあ我々は中立な立場で、そう、バラしたないように、はい、ネタバレなしで。さあ D さん、その結構やばい技っていうのを知ってるのか、なんかもう何も入んねえじゃんみたいな技、あ振ってますね、あれね、円柱パンがやばいんですよ。なるほど、12の円柱パンが結構やることないと、超強いオロの円柱剣みたいな動き方をするんで、ヒューゴに対しては
しゃがみに当たる限りはあの私超強いですよ。なるほど。ワンブローハンマーがたまに届かないとか。そっか、あの円柱パンブロってもハンマーが届かないと。中足スカル最強。地上ではとかなら入るのかな。さあこれでちょっとチクチクされるとやっぱり体力リードされてしまうのか。そして時間もないと思いきや、おなんとかしのいでるが、若干ヒューゴーの方に今体力が傾いて、さあちょっと待ってスクリュー、歩いて歩いてスクリューやるよ。でも12側もダメージ取れないですからね。やっぱりこの近づかれないように終始立ち回るんですかね。 EX のトゲで削っていくとかそういう、うん、もう多少ブルこういうのブロられてもしょうがない、とりあえず削るかみたいな、そんな感じで。そうですね、離れていくしかない。あとは対空ですね、やっぱり。あ、対空 SA はかなり強いので。ああそっかそっか、全キャラ中屈指の性能だから。まあ、誠は剣出してると終わりなんで、最強キャラですよね。いやいや剣出してなかった、ジャンプ中継でさっき食らってましたから俺。剣出せばいいじゃないですか、取られても大したもんないから。確かに8剣の2ジャンプ中継で。分かりました。さあ、この画面8剣の1ジャンプ中継の1スカシトサなんでしょ。スカシトサ、うん、スカシトサ今日やったわ。やった、使わされた、当たった当たった、おめでとうマジか熱い戦いになってますね。熱いよ。でもこういう体力になってくるとやっぱり YSB の経験が生きてくるんだろうなって気がしますけど、こういうジリジリしたこのプレッシャーありますよね。独特の山ちゃんともいっぱいやってるでしょうからね。ですね。おーブロってる。この投げの体力差を返すのがもうかなり厳しいんで。いやー苦しい。もう10秒、要塞になったヒューゴーは崩せないですよ。要塞ですね。そのコパンが無理なんだ、ダメージ取れないんだ。しっかり、あるか。あー、コパン擦ってって、あれってもう投げ誘いの滑空ジャンプ中盤壊しとかしかないんだけど、うん、それもう投げも両方コパンでベーって落ちちゃうから。さあさすが YSB さん知ってますね。そうですね、リードしたらヒューゴー強いですよ。崩すのやっぱ大変だよなヒューゴーな。いやー、さあ大将引きずり出されてって、基本的には YSB さんは壊れたバネみたいにポインポイン飛ぶんですけど、はい、ああいうやっぱり勝ちたい試合みたいな時を、絶対、ま、真面目な YSB 好きですね。 YSB さん真面目バージョンですね今日は。真面目バージョンですね、マジ SB ですよ。なるほど、真面目3、マジ SB です。今日は勝ちに来てます YSB さん。マジ SB は 3SB ぐらいあるんで。あ、そういうこと。はい、やべえな。佐野ヒューゴーが確か 4SB なんだ4なの、あ、5SB か、 5SB だ。エバラさんが 1.5SB。 うわー、でもあのブロッキング結構怖いんだよね、そのブロラセギガスみたいなね。あ、あー、そうだね。でも弱攻撃を取ってる限りは、うん、必ずタッチパン確定して、うん、4フレだから。あ、その確定を取ってしかも確認できるっていうのは結構ダッドリ強いなと思いますね。なるほど。で、中盤ブロって先端だとムーンが届かないんですよ。ああ、そういう距離もあるんだ、先端だと届かないんだ。で、めり込みで取ろうと思って、うん、取ってもムーンが遅れるとダッキングでなぜかスカルっていう。スカル、スカル、あれ投げ目的がついてるっぽいんですよね、ダッキング。マジか。辛草は強すぎて持続で使いますけど、はい、いや、あれはあれぐらいやってもらわないとちょっと商売上がったりなんで。アレックス見てみろ3センチしか変なのに飛ばれたら半分だぜ誠に飛ばれたら死亡ですね。おやすみ勝ちそうですね、ギガスで。あー、コパンコパン。あー、ミンター気持ちよくなってる。さあ戻ってきて EX チェッパー食らってほしかったんだけどさあ、ピヨってぐるぐるドスン。いやー、気持ちよくなってますね、おやすみ。いやー、素晴らしい。これは優勝あるんじゃないですか。優勝あるね、これ、やばいね。風が吹いてるんで今、YSB プロも負けてくれたし。そっか、街にもいないし。そう。さあ、これで準決勝が出揃った。富永さんと元気さんと YSB さんとライアン、ライアン、ライアンだけ呼び捨て。確かに